マーク48垂直発射システムは、ミサイル垂直発射システム。発射機単体では、マーク164と呼称されている。マーク 48VLS は、いわば、小型の股間防空ミサイルである、シースパローのためのマーク41の小型、軽量カバンである。マーク41と異なり、本機では、固定式のミサイルセルは使用されておらず、 ミサイルを収容するキャニスターと排煙筒、各種の制御装置や補給類によって構成される。この排煙筒や補給類の配置によって、現在までに複数のモデルが発表されている。イカズチのチューブ艦板室に搭載されたマーク48モット4アブサロン9歌目的支援艦のチューブミサイル艦板。手前側にマーク 56モッド3が配置されているマーク、48モッド0最も初期に開発された基本型で、甲板状に設置される。2セル分で1組とされており、2本のキャニスターが、排煙筒2本を挟んで配置されている。この際、ミサイルキャニスターは暴露された状態で設置される。1セットで全方478センチメートル。 全幅2 2 0トル奥行き1 3 2トルで16セル分で重量1 5 9 4 2ラムである。なお、エスム対応回収されたものはもっと4と呼称される。マーク48もっと1乗部構造物に隣接して、甲板上に設置されるもので2セル分が一組になっているのはもっと1と同様だが、セルの下方に L 字型の肺炎灯が設けられており、肺炎は側面に向かって行われる。1セットで全高 465cm、全幅 173cm、奥行き 132cm で、16セル分で、重量 13,278kg である。マーク48モットに甲板内に収容できるように、もっと例の構造を基本として、 16セルを一つのモジュールにまとめたものである。1セットで全,高47全幅 474cm、セン 477cm、奥行き 417cm、重量 17,648kg である。なお、S 無対応回収されたものは、もっと5と故障される。マーク48もっと31000トン未満の小型艦にも搭載できるように、 小型化したもので、6セルを一つのモジュールとしており、また、補機類も、簡素化されている。1セットで全高495センチメートル、全幅376センチメートル、奥行き284センチメートル、重量8296キログラムである。ミサイルキャニスターとしては、従来は垂直発射型シースパローを一発のみ、収容するマーク20が使用されてきた。 キャニスターの上面は従来型のマーク 29GMLS と同様にプラスチック製の蓋で覆われている。発射される際にはバックブラストは肺炎灯より排出され、ミサイルはプラスチック製の蓋を破壊して飛翔することとなる。また、翼を折りたためる SM の開発に伴い SM を2発収容できるデュアルパックが実用化されている。マーク48を元にして、 デュアルパックを採用した改良型としてマーク56が開発されているが既存のマーク48にも同様にデュアルパックを適用することも可能でありこの場合はチリ海軍アルミランテリベロスハンガー両脇にマーク48モッド1を装備しているカナダ海軍海上自衛隊大韓民国海軍ギリシャ海軍オランダ海軍ベルギー海軍,ルー海軍ポルトガル海軍 チリ海軍デンマーク海軍アラブ、市長国連邦海軍。ありがとうございます。